皆さんこんにちは、ハーレーダビッドソン東久留米の伊藤誠です。今日もですね、特選中古車情報ということでやっていきたいと思います。で今日ねご紹介するのはね、こちらの車両ですね。2019年 FRTRU ロードグライドウルトラですね。こちらをですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい、で、ね、2019年のロードグライドウルトラですね。なので今回、このウルトラに関しましては、こちらの、ね、ツアーパックトップケースがですね、最初から標準でついてます。で、これ結構ね、これがないタイプをご購入される方もいるんですけど、今日はねこれあるタイプですね。はい、簡単に脱着することはできませんけれども、これがですね、なかなかいい役割をしてくれてもらうと思いますので、他にもですね、ちょっと面白いカスタムありますので、皆さんと一緒にじっくり見ていきたいと思います。お楽しみに。ハーレー東久留米では有益な情報を安心中です。お見逃しにならないようにチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、気になる距離の方から見ていきたいと思います。はい、距離の方が1269 1269、まだこれしか走ってません。はい、まだまだ行けます。ではですね、ハンドル周り見ていきたいと思います。まずですね、グリップヒーター、こちらがついてますね。で、これまっすぐなものではなくって、ちょっとこう丸みがかかってね、こう樽型でもないんですけど、ちょっとこれ丸みがかかってね、これによってね、すごく握りやすいです。あとね、結構これ温度が高くなるタイプのものに変えてますので、こちらは結構ね重宝されるんじゃないでしょうかね。はい、で真ん中の方に行きますと、これがレーダー探知機ですかね、これがつけてありますね。でそれを支えてるのがこれサインハウスだと思うんですけれども、これちょっとね外してね、携帯のホルダーの中に変えることもできますので、これも最初からこれもお付けします。はい、で左側にこうに来まして、これ無線はこれ外させていただきますね。でこのスイッチも外させていただきます。でこれはこのままついてます。これ何かというとランディングギアですね、これがついてます。2人乗りなんかされる方でちょっと立ちこけ心配だななんて方は、これね結構ね重宝すると思います。これがついてます。そしてですね、この年式はですね、クラッチが油圧なんですね。で結構これ柔らかいです。で後でこれ説明、この説明もするんですけど、バックギアもついてますので結構柔らかくなってますね。これも結構ありがたいと思います。はい、でね、下の方を降りてきますと、はい、ツーリングモデルならではですね、こういうコンソールのところに、無線のスイッチですね、こちらスイッチというかね、これね端子がついてて、でシートの方なんですけど、これもね中のこの綿を抜いてますので、結構足つきもいいんじゃないでしょうかね。でこのバックレスト、こちらもつけてます。結構、腰痛なんかね持ってる人なんかはこれありがたいんじゃないでしょうかね。で後ろの方、パッセンジャーの方も今回こういうね手を置くやつとか、あとこれももうしっかりしてますよね。あとね、これね、これホルダーをね、ドリンクホルダーもねつけておきましたので、後ろの方も快適に乗っていただけるんじゃないでしょうかね。これ結構ありがたいですね。はい、そしてですね、このサドルバッグのところにブラもねつけてますね。これも結構傷つかないという意味では結構ありがたいと思います。これもついてます。はい、で後ろの方のツアーパックに、これは最初からですかね、このねラック、この上にもね乗せることができますよね、これね。で中も、気になる中身も、はい、結構ねヘルメットがもうすでに2つ入ってますけれども、こういう感じで、まあ、ヘルメットはついてないですよ、ヘルメットおまけじゃないですからね。はい、これもこれぐらい入りますよというのでちょっと入れさせていただきました。で、バッテリーのチャージャーがこの位置で、ランディングギアがあります。はい、ここにまあ足を置くこと、いらっしゃる方はいらっしゃらないと思うんですけども、はい、ここに足が置けるようになってますね。で前の方に行きますと、はい、こちらですね、エクステンションがついてます。CB スタンドのエクステンションがついてて、ハイウェイペグですね、こちらもまあついてますので、ちょっと疲れたななんて時はね、高速なんか乗ってるとこっちに足を置いたりすることもできますね。これも結構ありがたいと思います。はい、ではですね、足つきの方ですね、こちらちょっとね見ていきたいと思います。私の身長が169センチですね。はい、シートの方の綿も、まあ、ある程度抜いてありますので、あ、もうすごいべったりつきますね、足がね。はい、あ、これ安心して乗ってもらえるんじゃないでしょうかね。あ、これはハンドルの位置と結構合ってますね。うん、すごく乗りやすいです。
いかがでしたでしょうかね。2019年のねロードグラデウルトラ見てきたんですけれども、やっぱりね、なんといってもやっぱりね、この後ろの方がに結構配慮されてる車両だなと思います。なので奥さんと出かけるですとか彼女と一緒に出かけるなんて方はね、すごくこれいいと思います。やっぱり乗ってる本人だけじゃなくて後ろに乗ってる方もね楽しまれるというのがやっぱハーレーだと思いますので、ぜひねそういう方はね今回これ見てね東車でお問い合わせいただければと思います。あとね気になるおまけも用意しておきましたので、ぜひねお楽しみにしていただければと思います。今日も伊藤誠がお送りさせていただきました。バイバーイ。